河合元大臣は妻の安里元議員が立候補した2019年の参院選をめぐり地元議員ら100人に合わせて2871万円を渡して買収した罪に問われ一昨年懲役3年の実刑判決が確定し収監されていました河合元大臣は栃木県内の刑務所で服役していましたが関係者によりますと今日仮釈放されたということです 旅行の満期は来年でしたが刑務所での生活態度などが考慮されたとみられます河江元大臣は裁判ですべての責任は私にある広島の皆さんに必ずお詫びを言って歩かなければならないと話していたことから今後の動向が注目されています